ホテル正面、ホテルで、ミルコリンとは、ルワンダの首都、キガリにあるホテル。1994年のルワンダ虐殺の際に、1000人以上の避難民をかくまった場所として、有名になった。映画、ホテルルワンダは、当時の支配人であったポールルセサバギナの話をもとに、している。ホテルの名前になっている、フランス語のミルコリンとは、ルワンダの別称である。 1973年に建設され、ルワンダ虐殺の当時は、サベナベルギー航空車がホテルを経営していた。ルワンダ紛争の停戦を監視する、国際連合ルワンダ支援団は1993年10月の、発足当初はホテルを本部にしていたが、翌11月に、アン・アミール司令官のロメオ・ダ・レールとルワンダのジュベナール・ハビアリマナ大統領は、1986年に、 中華人民共和国によって建設されたアマホロスタジアムを新たな本部に変えた。ホテルのヨーロッパ人支配人は退避しており、副支配人であったアルセサバギナが支配人となった。フッツ族の民兵に賄賂を使って避難民を虐殺から守り、水や食料を確保する手配を行い、1000人以上の避難民が助けられた。現在でも4つ星ホテルとして営業している。 施設には112の客室、カフェバー、3の会議室、レストラン、プールがある。公式ホームページによれば、2005年9月15日に、サベナ社から、ルワンダの密航ホテルズホールディングに経営上とされた。ありがとうございます。